どうも皆さんこんにちは、中村です。よろしくお願いします。ということで本日は、インのスタグラムの方で募集をしました。視聴者に聞いたドン引きエピソード。よろしくお願いします。ドン引きエピソードということでね。まあ、ドン引きエピソードっていうか、そのなんか友人とか家族になんかこういうこと言われてドン引きしたとかエピソード、なんかそんなにパッて思い浮かばないんですよね。なんか、僕大体のことはね、結構なんかその、あ、なんか気持ち悪いけど面白いみたいなのあるじゃないですか。なんかそれで結構変換できるんで、なんかドン引きとかもそんなにないんですよ。どちらかというと僕が言う側なんでね。ドン引き発言、僕は言う側なんで、やっぱりどれだけのその現場、その場面を凍らせてきたのかっていうね。やっぱ僕がドン引きさせてきた側なんで、その言われる側なんで、そうですね。僕が言う資格ないんですよね。人に対してこれ、お前ドン引きするぞっていう、あんま言う資格がないというか、なんで、ないですよね。まあ、強いて言うなら、こういうのが嫌だなってのは、なんか、その自分の、なんか、レベルとかも分かってないのに、相手のことを下げる人。これはなんか、その、誰が言ってんだ？これ誰が言ってんだっけ？なんか、その、自分の容姿が整ってないのになんか整ってる人を、なんか、ね、あんまり可愛くないよね、かっこよくないよね、みたいな、なんか、自分のレベル分かってないのに言っちゃう人。でも、その、自分が可愛かったり、かっこよくても人のことを下げちゃダメなんですけどね。下げちゃダメだし、自分がどれだけ仕事成功しても、成功しない人に言うのも良くないって、もう、生きづらいですね。ということで、本日もよろしくお願いします。結婚式を連絡なしに飛んだ、かっこあれ、あんま結婚式を飛ぶって聞いたことないですからね。結婚式飛んだら大変ですよ。誓いのキスの時もね。やめる時も、健やかなる時も、愛することを誓わせたいんですけれども、お嫁さんが飛んだので、誓わせることができませんとかなっちゃいますからね。あとこれも大変ですからね。元彼がパン、ちょっと待ったとかもできませんからね。こうやって、パン、ちょっと待った、お嫁さんどこですかとかなっちゃいますからね。あとのケーキ入刀の時ね。初めての共同作業です。ケーキ入刀もできませんからね。独身時代何度もしてきた単独作業です。箸の持ち方、赤ちゃん握りだったこと。ここの料亭の料理美味しいでしょ。満足してくれてよかった。ここのお刺身美味しいんだよね。美味しい。飲み物のおかわり大丈夫？大丈夫？じゃ僕お借りしていい？あ、すいません。粉ミルクぬるめで。母が保護者会でクラスで人気あってモテる男の子のお母さんになぜ私がモテないのか聞いてたこと。春聞くまま久しぶり。久しぶり。久しぶり。いきなりごめんね。うちの春美がさ、クラスで全然モテないのよ。本当に全然モテないのよ。男の子の話とかもね、家で一切しないのよ。もう全然モテなくてさ。なんでさ、うちの春美がモテないと思う？なるほど。あ、なるほどね。こう、デリカシーのない質問をしてしまう私の DNA があの子に入ってるからモテない。オッケー。彼氏がレンタカーの写真をインスタに投稿してた。面白いからいいんじゃないかな。元彼がおでん屋さんで汁だけ無料でおかわりくださいと言ったことを、この元彼多分丸亀製麺でかけうどんの波を頼んで許容範囲を超える無料のネギと無料の天かすをもうトッピングして、もうなんかその麺が見えなくなるぐらいすっごいもうトッピングして、その一緒にいた友達にさすがに無料だからといってこのネギと天かす入れすぎじゃね、他の人もいるわけだからさ、つったらそこのこいつがなんかいやいいだろ別に、いや無料なんだから無料なんだからいいじゃん別にお前に言われる筋合いないとか、なんかすごい変な感じでなんかこいつ切れそうですよね。こいつ自分で犬系男子って言ってた。土佐刀剣かな？へそのごまの匂い嗅いでた。これ汚いですね。これは汚いです。下坊案件でございますけれども、これ人前にしちゃダメですからね。一人の時はいいんですけれどもね。やっぱ人前でするの汚いですからね。人前でしてはいけない行動。へそのごまの匂いを嗅ぐ。二つ目はこの足の親指のこの爪の端に溜まったゴミをこう削ぎ取ってこう匂う。あとはですね、この鼻くそをですね、このサーティーマンアイスクリーム、このアイスをこうすくうの、これグリグリグリ、グリ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 ってこうやって見て鼻くそを観察する。これはダメですね。あと、四つ目はこの耳くそのこの湿り気をこう取って、湿り気を取って匂ってこう一回伸ばすみたいな。あと、五つ目は血毛を。メモ帳に友達の死に方書いてるやつ。デスノートよりデスノート。スタバで氷を入れたばかりのカフェラテで、ぬるい、交換してくださいとクレームを入れてた友達。ずぶとさベンティ。うちの主人はプリンを口の中でぐちゅぐちゅしてから食べます。お菓子の家のモンダミン。シンプルにくちゃら、結局これが一番ドン引きしますよね。何を食べてもこうやって。毎回バブルシャツ食ってんのかって言いたくなるぐらいこうやって。汚いんですよね。あ、もう一件ありますね。シンプルにご飯くちゃくちゃ。やっぱりもうみんなそうなんですよ。やっぱくちゃらが嫌なんですよ。こうやって。
あ、もう一回ありますね。シンプルにいい加減にしろ。Vlog 用に動画を回し始めたということで、これはね、もし友達がやり始めたら嫌ですよね。しかもこれ一般の方ですよ。インフルエンサーとか芸能人の方が Vlog やるのわかるんですけど、その、一般のね、方がね、Vlog ね、勝手にやって、勝手に友達とかも映してね、これ、最悪ですよ。てか、一般人で Vlog やってる人、あれ何なんですか？え、あれ、どういう意味？なんかたまに YouTube にいますよね。登録者、54人、韓国旅行 Vlog、再生回数、112回。あれ何なんですか？あれ、マジ何の意味が友達も巻き込んでで、顔もね、もう、もしか出してないかもしれないですけれどもね、その、嫌じゃないですか、顔出してないにしてもね、急に Vlog 動画撮られたら嫌でしょ。なんか何の意味があるんですか、その、韓国旅行 Vlog とかね、なんかしかもその、顔出さずにね、あわよくばバズって、お金儲けようかなじゃねえんだよと思いながらね、こっちはもうね、こっちはもう姿もう全部表してやってんだよって、こっちは魂燃やしてやってんだよって、お前、魂燃やせよ、お前、韓国旅行 Vlog 魂燃やせよ。な、3回ぐらい上げてバズんなかったらやめてんだよってね。友達も巻き込んだ上で、3回バズんなかったらやめて。で、この3回のうち、バズればいいや、みたいなね。なんかそんな甘くねえよって、魂燃やせよ、もっとね。韓国旅行 Vlog を、Vlog 飛んだら魂燃やせってね。でもこれより最悪なのが、あのなんか TikTok とかで、なんかあの、ガチの恋愛相談に乗ってるあの女性。あれが結構、一番きついかもね。お皿ペロペロ。おでんツンツン男の親戚。人、陰キャか陽キャで区別したときっていうこと、これありますよね。陰キャか陽キャかつってね、今度二つには分けられないですからね。そのなんか、陰キャの中にも陽キャがいるんですよ。で、陰キャで陽キャで、この人と絡むときは陰キャ陽キャなんだけど、陰キャになったりね、その陽キャでも陰キャの人いるし、コミュニケーション能力がない陽キャの方もいたりとか、もう細かくあるんですよね。それを二つに分けようとすなって話ですよね。特に若い人が陰キャか陽キャで分けたがるんですよね。そのなんか二つに分けることできないからね。ね、若い人に問うよ。ね、あなたたちあの MBTI 好きでしょ。なんか MBTI 何ですか、MBTI 何ですかってね、そう細かく分けようとしてくるのに、陰キャか陽キャではあの二つにしか分けられないんだ。うん、MBTI どこ行った。アイス食べるときにキムタクと同じ食べ方してたということで。なるほど。まあこれ今更言うことじゃないけど、ちょっとでも言っとかないと、まあちょっと周りの目とかも気になるんですけど、ちょっとまあでもね、アイス食べるときにキムタクと同じ食べ方するんですよね。わあ、でもまあ今更言うことじゃないけど、でも言っといた方がいいもんね。うん、ちょっとじゃあ言います。そうだよね。ちょ待てよ。ブラックリスト載ってるから闇金から400万借金してるパパハゲ、離婚済み爆笑、生きる価値なし。同級生が高校卒業後から承認欲求爆発させて TikTok の仮想配信者になったことということで、これ見てらんないですね。これは見てらんないですけど、その仮想配信者っていうか TikTok の配信がね、たまに見てらんない時ありますからね。こうギフトバトルとかやっててね、ギフトバトル勝ちたい、ライオンのギフト投げてください、やった、ライオンだ、やった、ライオン、そんなにライオンが好きならサファリパークで真っ裸でピクニックしたら。視聴者のドン引きエピソードでございました。ありがとうございましたね。もうたくさんのエピソードがね、もうたくさん来ても盛り上がりましたね。ありがとうございましたね。まあ僕自身もね、ほんとドン引きさせないようにね、日々ねちょっと気をつけて発言していきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは最後のドン引きエピソードでございます。クチャラーです。本当にいい加減にしろよ。ベストオブコメントのコーナーでございます。前回の動画はですね、最近ムカついたこと6選でございました。早速ですが、前回の動画のベストオブコメントは、該当者なし。久々の該当者なし。チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。